そうですね、振動の、まあ、音ですか、うん、それがだいぶ少なくなったかなっていう感じがあります。あ、本当ですか。はい、全然変わりました。ありがとうございます、はい、内回りが滑らかに動いてる、あ、そんな感じですね。あ、そうしてたより変わりました、ね、あ、本当ですか、はい、まあ、優雅って言いますか、はいはい、まあ、そんな感じで運転したいお客様には一番向いてるかなと。はい、皆さんこんにちは、だけチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、スーパーオートバックス札幌店さんにお伺いしてます。で、今日ご用意いただいた車がこちらの日産 Z になるんですけど、まあ、こちらのですね、まあ、オーナーの方をお呼びして今日いろいろとお話聞きたいと思います。スーパーオートバックス札幌店の工場長の成美さんです。どうぞどうぞ。だいぶ遠くにいらっしゃったんで今、はい、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。します、すいません、ほぼ初めましてという形なんですけど、はい、今日はありがとうございます。はい、まあ、YouTube としてはだけチャンネル初めて出ていただくんですけど、はい、セブンに関しては、まあ、研修とか受けたことがある感じですかね。そうですね、研修は、あります。何回か、はい、ありがとうございます。車でうちの商品テストするのってあります？テストは初めてです。え、あ、初めてですか。はい、あ、じゃあもう完全にもう何も知らない状態というか、そうですね、乗ったことない状態で、はい、いきなり YouTube と。そうです、すいませんすいません、はい、本当に、まあ、工場長なんで普段はもうピットで、はい、まあ、いろんな作業の、まあ、指示であったり、はい、まあ、いろんなことやられてると思うんですけど、はい、で今日はちょっとセブのインプレッションということで、はい、ご協力お願いいたします。じゃあまずこれで、はい、ノーマルでちょっと一緒に、はい、これ工場長の愛車ですね。そうです、はいはい、かっこいいですね、Z ね。ありがとうございます。はい、こちらでちょっと一緒にぐるっと回って、はい、戻ってきたら、はい、ちょっとこうどういうセブがいいかなって相談してつけたいと思います。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。行ってきます。はい、ということで工場長、はい、ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。これはい、もう結構乗られてらっしゃるんですか？そうですね、5年か6年ぐらいですね。あ、そうなんですね。はい、まあ、なんかカスタムしたりとかもされてたりするんですかね？カスタムはそんなにはしてないですね、うん、ホイール変えたりとか、それぐらいですね。じゃあ、日常のメンテナンスをオートバックスでバッチリやられてるってことですね。はい、はい、まあ、じゃあ今乗られて5、6年ってことなんで、もうだいぶ、まあ、通勤も含めて使われてる感じなんですか？そうですね、通勤とか、はい、まあ、普段も使ってますね。はい、ありがとうございます。今日ちょっと今これ乗ってるんですけど、はい、まあ、工場長のなんかこう今乗ってて、はい、運転してて、はい、ここちょっと気になるかなとか、もしくはこういうとこがちょっとこうなったらいいかな、まあ、エンジン系とか足回り系とか、はい、なんかあったりしますかね？そうですね、うん、まあ、段差とかで結構振動が大きいので、うん、まあ、それが気になっているのと、はい、まあ、スポーツカーですからね。そうですね、はいはい、あと、まあ、ちょっと加速も、うん、もうちょっと出たらいいかなっていう、あ、うん、感じはあります。加速も、はい、分かりました。じゃあ、まあ、段差なんで乗り心地系のセブと、はい、まあ、セブってあの乗り心地系と、あと車系と両、はい、あのエンジン系と両方あるので、はい、まあ、それのうちの人気のやつを、はい、ぜひちょっとお試しいただいていければと思うので、はい、じゃあちょっとこのままちょっと走って戻ったらまた装着させてください。はい、ありがとうございます。すいません、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで成美さん、はい、今ラジエーターつけました。はい、これエンジン系です。はい、はい、それとこれもう一つエアバルブキャップをここに装着しますんで、はい、さっきガタゴトって言ったのと、はい、ちょっとこのバルブとラジエーター、はい、うちのもうワンツー人気ぐらいの商品なんで、はいはい、これでいいですか？あ、ありがとうございます。じゃあちょっと工場ちょっと行ってきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうですか、もうちょっと乗り始めてすぐの感想としては。はい、そうですね、振動の、まあ、音ですか、うん、それがだいぶ少なくなったかなっていう感じがあります。あ、本当ですか。はい、だいぶ変わりましたよね。変わりました。ここでのうん、ガタガタ音がだいぶ軽減されてるんで、はいはい、あ、本当ですか。うん、全然変わりました。ありがとうございます。はい、面白くないですか、エアバル。面白いです。いや、面白いですよね、はい、本当変な商品なんですけど、はい、でも初めて、エアバルブって商品があるのもご存知なかったですか？知らなかったです。そうですね、はいはい、そうなんだから、あれなんですよ工場長、はい、うちの商品、はい、あんまりピット使わなかったりするんですよ。そうですね、はい、だから多分、はい、ピット作業が多い商品だと、うん、工場長も結構つけたりとかするじゃないですか。そうですね、はい、バルブキャップは、はい、工場長の手を煩わせる必要がないという。そういうのもありますよね。素晴らしいです。ありがとうございます。
まあ、あのすいませんあのでもお客様によっては、はい、あの他の商品はね、はい、あのほらリフトで上げないといけなかったりとかありますんで、はいはい、そういう時はぜひまたあの、はい、スーパーオートバックスね札幌さんではね、はい、セーブを取り扱っていただいてるんで、はい、協力よろしくお願いします、ぜひお願いします。じゃちょっと引き続きですね、はい、まだまだやっていきたいと思いますんで、はい、だいぶ低速のトルクが良くなったかなっていう感じはありますね、はい、今信号からの進み出しみたいなところを、はい、ちょっといい感じですか。そうですね。うちも長いんですけど、はい、ここ3年ぐらいで、はい、結構こう車のパーツがすごく人気がまた上がりまして、はいはい、おかげさまであのお客様が今増えてるんですけど、はい、まあ、昔と比べてなんかちょっともう何ですか、ね、こう体感度が上がった感じって何とかわかりますか。なんかそうですね。まあ、体感が普通にできるものなので。うんうん、はい、あ、ついてるなっていう感じはしますね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、つけてすぐ分かりますよね。すぐ分かります。本当ですね。はい、ありがとうございます。本当。アイドリング中が。アイドリングの振動ってどれですかね。針っていうのはこの今この回転数のやつ。はい。はい、これが今までは多少上下してたんですけど、うん、はい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 、これがもう全くなくなったんで。それがじゃあ、はい、結構分かりやすいところでいくってことですね。目で見ても分かるんで。はい、ああ。いいですね。嬉しいですね。なんか突き上げ感みたいな、うんうん、それがなくなったかなっていう感じありますね。ありがとうございます。足回りが滑らかに動いてる、あ、そんな感じですね。あ、なんか他のチューニングに例えるとどういう感じ、何をした感じに近いんですかね。これは他のチューニングで例えると、はいはい、うんうん、やっぱ足回り交換したとか、はいはい、そんな感じじゃないですかね。あ、ゴツゴツ感はちょっとなくなりましたね。その分乗りやすくなってますね。じゃあ街乗りにはいいですね。そうですね。あ、これエンジン徐々に徐々に良くなってってるの分かります。分かりますね。分かりますよね、はい、エンジンの振動もね、音もね、はい、本当僕も横であのエンジン音自体がすごくシャープになってきたんで、はい、あ、これ多分乗ってて気持ちいいだろうなって今思うんですけど、全然もうさっきと別物になっちゃったんで。ありがとうございます。あのセブって、はい、あの他のパーツと比べると、はい、そのドカンってターボを後付けするとか、はい、そういうのではないんですけど、はい、この車のこう性能をこう引き出す感じで、はい、結構これがまた魅力的なところがあるので、はい、今までつけたことがなかったので、はい、本当かなっていうところありましたけど、ですよね、はいはい、実際つけたら変わるんで、うん、予想してたよりは変わりましたか。予想してたより変わりました、ね、あ、本当ですか、はい、前回全く変わらなかったらどうしようと思いますよね。そうですね。車の発進もしやすくなりましたね。あ、本当ですか、はい、マニュアルのそのつながりのところですね。そうですね。あ、はい、例えばじゃあ工場長からして、はい、まあ、この2つ内でもすごい人気で、はい、まあ、欠品したりもしてるんですけど、はい、まあ、どういう層のお客さんだとこの商品合いそうかなとかってあったりしますか。なんか工場長の感覚で。そうですね、うん、まあ、年配のお客様ですかね、うんうん、要は、まあ、ゆっくり乗りたいとか、はい、どっか遠出するときに、うんうん、まあ、優雅って言いますか、はいはい、まあ、そんな感じで運転したいお客様には一番向いてるかなと。上質さを求めるみたいな感じ。そうですね。あ、はい、そういうことですね。そっか、しかも楽ですしね。そうですね、うん、運転がしやすくなるんで、はいはいはい、はい、もちろんね、こういうスポーツカー乗ってる若い子とかも全然いいですよね、これね。全然いいと思います、ね、はい、だからそういう層から、はい、まあ、ちょっとそのいわゆる上質さを求める方にも合うかもしれないと、はい、うん、ああ、いいですね。オートバックスさんも本当いろんなお客様来ますもんね、はい、そうですね、まあ、どんなお客様にもお勧められる商品だと思います。はい、ありがとうございます。その言葉を待っております。ありがとうございます。よろしく。はい、ということで、はい、ダイルさん、工場長、はい、ありがとうございます。工場長、ありがとうございます。ほっとしてますね。なんか、だって体感できるかとか心配でしたもんね。心配でしたね。はい、でも、思ったよりも全然。全然すぐ体感できました。はい、もう、足回りの方も結構いいし、はいはい、エンジンも。はい、いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、初めての体感なんでね。はい、他にもでもセブって結構いろんな商品ありますんで、はいはい、逆に、まあ、またいろいろ研修とかね、はい、こういう動画とかやらせていただきながら、はい、まあ、スーパーオートバックス札幌さんはセブもちゃんと置いてますし、はい、工場長いるんでなんか取り付け困ったらですね、工場長にお願いできますし、はい、ね、はい、でもちろん全ての商品が車関係のものね、はい、オートバックスさん、はい、やってますもんね。やってます、メンテナンス完璧ですよね、はい、完璧です。
もう工場長ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日はですね、鳴海工場長にご出演いただきまして、はい、セブンのインプレッションをしていただきました。今日本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。